型紙で小物と顔を作る折り紙のおひなさま、簡単バージョンです。型紙をプリントアウトしたら、赤で囲った部分を切り取ります。切り取ったものを画用紙に貼り付け、周りを切り取って帯名と目びなのパーツを作っておきます。両面折り紙でおひなさまの着物を折ります。裏が白い折り紙の場合は2枚貼り合わせてお使いください。着物の柄が外側に見えるように三角に折ります。さらに半分に折って真ん中に折り目をつけます。このように置いて両側を真ん中の線に合わせるように折ります。次に下の角の部分を斜めに折り上げます。この時折り上げた部分と下の線が平行になるようにしましょう。一度開いて上の尖った部分が別々になるように直します。上下を反対にして裏が見えている方を上から2センチくらいのところに合わせて折ります。裏返したらこちらは一番上に合わせて折ります。下に下ろして1センチ折ってから戻します。折り紙の裏の部分が少し見えるのが袴になります。赤い線の部分を中心に合わせるように折ります。角と角をつないだ線で斜めに折り上げます。折り上げた部分の中に指を入れ、下の線が真横になるように折りつぶします。反対側も同じように折って裏返します。この線を伸ばしたところで折ります。反対側も折るとおひなさまの着物ができました。これに目びなのパーツをつけます。顔のパーツを差し込むようにして貼ります。袖の内側にボンドをつけて貼ったら、裏返してしっかり押さえながら袖の折り返した部分を貼ります。袖の部分がしっかりくっついたらボンドをつけて扇を貼ります。顔の裏から糊をつけて髪の毛のパーツと重ねて貼ります。これで目びなができました。帯びなにはこのパーツを使います。帯びなの着物も目びなと同じように折ります。袖の内側のところには糊をつけて貼っておきます。ここにボンドをつけ尺を貼ります。頭のパーツの下の方にボンドをつけて着物の後ろ側から貼ると帯びなの出来上がりです。おひなさまができたら畳のパーツを作りましょう。畳一つ分をこのように切ったら、赤枠で囲んだ部分を使います。それぞれ半分に折って糊で貼ります。この上におひなさまを置けば出来上がりです。ひな祭りらしい台紙に貼って飾ってください。